シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなけは超究極者やってくってやさぜ。2番目の超究極やっていきたいと思う。はい、まあ、今回はルシファーを入れてやっていこう。ちょっとコメント欄でめちゃくちゃってよ。で、使ってみたのよ。めちゃくちゃ強えわ。アムロとギルティとかと使ってみたんだけど、めちゃくちゃ強くてよ。で、アムロとギルティはこの前の動画で紹介したから、今回は他に最強のキャラいたから紹介していく。ジャックとリッパーじゃ、ジャックとメモリアルファ。この二人もマジでやべえから、今回紹介していきたいと思う。で、プラスでルシファーね。で、まあ、今回このパーティーがいいというわけではなく、まあ強さを見るためのものになってるから、そこは了承してくるよな。で、アムロいるんだったらやっぱね、ルシとアムロ良かったから入れた方がいい。はい、というわけでやっていきますか。何が強いんだった？ルシの。全くギミック対応しないのに。見といて。ちょっと弾見といて、弾。ボール出さんよ。出さんよ。はい、消し飛ぶ。やばいでしょ。ルーシーに当たればもう友情で全部たまたま消し飛ぶのよ。紋章いるけど、有益度。これはやばいな。まだまだあるのよ、魅力は。で、メモアルちゃんは重力バリアキラー、エルの殴りと、まあ、スピードとドレインがあって回復できてしまう。ほら、で、今火ダメを抑えるために、価値倒すために暴れました。ちょっとボスを削りたくない理由があるのよ。で、さらにこの子割合毒もありまして、打つだけでもボス解けます。やべえよな、ほんと。で、ジャックはやばい SS 持ってます。本当にやばい SS 持ってて、さらに SS タンチャージ L もあるからサポートもできてしまう。非常に強力で、ここちょっと火ダメ、この時だけ火ダメきついから気をつけてね。はい、で、ルシを右に置きましょう。で、ボスを削らなかったのはここでジャックの SS を見せるため。これ2週に1回打てるのよ。いくよ、これ。この体力、余裕で持っていきます。味方に触れると、味方間を移動するんだけど、触れる前も、自強が4倍あるから、ちゃんと殴っておきましょう、こんな感じで。で、この、殴った後も、はい、やばすぎ。やばすぎ。やばすぎだろ。ちょっと弱点殴れてなかったんだけどな、後半な。でもあれよ。やばすぎだろ、これ。おう。で、確定で SS タンチャージ L もできてしまうと。で、いくよ。ルシの、友情コンボで、たまたまが、一掃されまーす。これは楽すぎる。マジ、弾気にしなくていいもんな。さっきも俺、話してる間、弾気にしてなかったわ。一切。これはすごいわ。で、さらにルシ魅力あるからな。で、そう、ここもちょっとよ。一旦ボスあんまり削りたくありません。見せたいものがありましてよ。うん。とりあえず、まあ、地雷とか回収しておいて、なんかちょっとボス減ってるけど、うん。で、ここもちょっとひだめ痛い。なんかバトル版、バトル2むずいよな。火ダメ痛いから、上から下に降りるとき、バーンとダメージ出してくんのよ。それがきついから気をつけて。だから、今回守護獣は、ビビアンね、湖の乙女連れてきてるから、やばいとき回復してほしい。さ、でもよ、まあ、ダメージを受けてしまっても、メモアルちゃんで回復できてしまうから、それがやばいな。ん？で、ルシでたまたま撃破、オッケー。さ、で、この後下に降りてくるとき、今大ダメージきます。で、降りてきた、あいつの股間に潜り込むが、ちょっとこれ、これ、ユニット触れてる？これ、大丈夫？ちょっとこれでいっか。うん。すんませんな。ちょっといい回復シーンを見せられなくて、すんません、すんませんな。はい。そして、まあ、でもいい感じに削れんかったからいいよ。何をするかというと、ルシー大号令があるんですわ。これでぶっ飛ばせます。一応よ、ちょっと2段階目溜まってくれたら、あー、ね、ちょっとすいません、
っと削っちゃったけども、1段階目でも全然余裕でぶっ飛ばすことができます。はい、これでぶち込んでいこう。 2P を頭大丈夫、これいってこーい。あ、やっちゃった、あ、やっちゃった、あ、すいません、あ、これはやったわ。えっ、おお。いや、本来もっと、ね、スムーズにいく、うん、あ、なんかやっぱ弾常にいっぱい倒しとく。え、あれ倒してた、ちょっとあれ、まあいい、まあいいわいいわ。というところで、お次このステージ、ここはなんとルシの友情コンボ、あのザコに入ります。弾で倒すザコにルシ当たらんかったけど、別にね、常にルシに当たらず やらなくてもいいから、そのちゃんと弾がいいときは弾でね、弾倒してもいいから、弾弾を、ややこしいな、ややこしいな、両方弾弾弾じゃねえか。はい、うん、いや全然ルシが、ルシ当たってないんですけど、まあ、4分の1ぐらい削ってくれる。シンギルティバフがあったときはもっといいよな。はい、だから利用できるよルシを。はい、であとは、まあ、ゆっくり削っていきましょう。割とまあ2の地雷怖いんだけど、地雷は全然食らっても大丈夫だし、まあ痛いけど、ルシはバリアがあるから意外と地雷を防げる時がある。さあ、であとはまあぶち込むだけで全然 OK。 これで2個ボール出したらなんかなるでしょうこれ、うん、ああいい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 。それと次1P で、うん、横でこれで上がっていきましょう。ただ地雷回収して、かつ弾をいっぱい出してぶっ飛ばせろ。 KO、 あーだだだだ、すごい、右も運動会か、すごかったぞ。なんかさあボス戦やっていきましょう。こっからが本番でございます。一気にぶっ飛ばしていくよ、もう駆け上がっていくよ、もう夢の舞台へ。さあ、とりあえずルシに当たりに行きましょう。これでたまたまが破裂、うわー。さあ一気に SS を叩き込みたいんだが、それには準備がいりますね。このジャック、次の週の時に SS を打つわ。そのボスの後ろ側ね、みんなの後ろ側に配置しないとSS ぐるぐる動くときに殴れないから、一旦配置しますわ。まあ、元からいてくれたらね一気にいけるんだけど、まあ、ね、急ぐ必要ないから。はい、だからこのルシを減速壁に引っかかることができるからな、このルシを右か左に配置したらいいんですわ。こっちで、でちなみにジャック・ザ・リッパーの SS は味方に触れると、その次にその味方から一番遠い味方に移動し始めます。そっからぐる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 ね、移動し始めるんだけども、その殴る前に普通の授業家の時に結構ボスを殴って、その授業家が力尽きるギリギリで味方に触れると、または元気取り戻してグロブドブラって動くから、それもコツでございますわ。ちょ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 、ルーシー追い出されたけど、ラッキーガイド、よし。では声が、ではここで SS を打っていく。ちょい待て、ルシー3ターンこれボス解けるから、ルシーにチャージかますわ。この SS チャージも確定でいきます。いってこーい、このパワー、あ、完璧完璧、やばいやばい、完璧とかすげえな。やっぱ弾全然気にしてねえわ俺、忘れてるもん、もうすごいわ。はい、でここで SS を使って価値を一掃しつつ弾も倒す。ここの価値の火種が痛えから、ここ守護獣使い時、うん、でちょっと火種やばかったらビビアン湖の乙女使いましょう。オッケーよ、
さあこのまま吹き飛ばしてよ。メモワルちゃんぶち込んでいこうぜ。これでもう最後ラスボスメモちゃんアルファの SS かませはもう終わるんで、だからここは絶対に突破したい。まあまあもう本当気にしなくていいぐらいぶっ飛ばしてるんだが、ちょっとあれ弱点うまくつけれねえな、これ。まあ、これぐらいだったらやっぱちゃんと弱点殴らねえと、全部削れねえな、さすがにな。普通に弱点いけるルートあればもう余裕で飛ぶんだが、ねえ、何これ、なんか絶妙にむずいんだか、これ。行ってこーい、ずれてくれ。お、完璧完璧、ちょっと、そんな動く、そんな完璧なルートに行くルシとメモアル、すごっ。すいません、ちょっとフリーズしてイライラしてたのか、メモリーアルファで SS 打ったらハマって2体しか触れなかったんで帰ってきました。さすがにそれでは見せれんということでね、全然威力がわからんということで帰ってきました。フリーズは言い訳です僕が完璧に油断してました。オッケー、すいません。いや上ハマるって、斜めで打っちゃダメだわ。やっちまったな、あんなにいい感じに出たのにな。はい、ということで帰ってきました。いやでもフリーズが原因だって、あれマジイライラするもん、俺めっちゃ怒るよ本当に。では横で打っていきましょう。行ってこーい。あいいんじゃない、いいんじゃない。あでもいやめっちゃ触れてる、触れすぎ触れすぎ、いいよいいよ、1、2、3、4、5、6、もう4、5体でいいよな、いいんじゃない。でこれは後で、これからはもう鼻くそほじるだけで大丈夫。うん、鼻くそほじってでも大丈夫。ボスラウドラバリア絶対に回ることお忘れなく。割ったらもうボスもザコもこんだけ減って終了。あとは待つだけやばいねこれ、この SS マジでやばいって、悪いで、ボスもザコも溶けだから、プレイ対数少なかった場合はしっかり削っていこうな、削りも入れて殴りとか。はい、でこれで終了ということでした。まあね、この子実装した時からいつかこういう時来るよって何回も言ってたじゃねえか、来ましたね。うん、とかでもジャックの活躍具合やばいわ、結構超究極の高難易度で毎回ぐらい出てない、スクナとか。ちょっと厳選しといた方がいいと思いますわな、なんかジャック・ザ・リッパーは、ジャック・ザ・リッパーは。はい、どうでした、最強でした皆さん、ルーシーも良かった。はい、というわけでお試し、あれアムロ入れた方がいいですよ、アムロいいよ、アムロが。詳しい解説やアムロやシンギルティを使った攻略は、この前の動画で出してるから、よかったらそっちを見てくれたら嬉しいぜ。 OK、 やばよ、いいからそこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。焼き印ってしかたねえ。